指摘独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律。指摘独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律。指摘独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律。昭和22年4月14日法律第54号。英語。アクト r ンプロヒビションオブプライベートマナ n ポラゼーション。アンドメンテナンスオブフェアトレードは、指摘独占、 不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することを目的とする日本の法律である同法1。同法はこうした事業活動の不当な拘束を排除することにより、 公正な競争を促進し、事業者の総意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民実所得の水準を高め、もって一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促進するという政策目的に基づき、制定されている道場、一条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置くと定める。 同法27条1項。同法律には法令用語で言うところの、題名は付されておらず、当初の名称は、制定時の交付文から引用した、いわゆる、件名である、独占禁止法内し独禁法と略称されることも、多い。独禁法における主要内反要件においては、単に行為要件、例、不当に他の事業者を、 差別的に取り扱うことを満たすのみでは足らず、競争を実質的に制限する、競争の実質的制限や、公な競争を阻害する恐れ、公正競争阻害性を満たさなければならない。このうち公社を弊害要件という、そして、弊害要件が満たされるためには、のいずれかが必要とされている。条文上は、指摘特性や不当な取引制限においては競争の、 実質的制限が不公正な取引方法においては、公正競争阻害性が規定されており、後者の方がより緩い要件とされている。指摘独占とは、事業者が単独に、または他の事業者と結合し、もしくは通報し、その他いかなる方法をもってするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、または支配することにより、公共の利益に反して、 一定の取引分野における競争を実質的に制限することを言う。二条五項。排除とは、他の事業者の事業活動の継続を困難にし、あるいは新規参入を困難にする行為を言う。不公正な取引方法に該当する手段が多いが、それに限定されるものではない。支配とは、他の事業者の意思決定を拘束し、事故の意思に従わせることを言う。 もっとも、ここで言う、拘束とは、必ずしも相手方の意思に反することを要さないし、また、株式保有や役員派遣により事実上意思決定を支配できるようになった状態も支配に含まれる。大部分の私的特選にあたる行為は、不公正な取引方法にも該当するため、独自の意義付けは低いという見方が最近提唱されている。排除型については、 一般指定15項がほとんど包含するし、支配型については、2条9項4項がほぼ包含する。もっとも、支配型については、不公正な取引方法における、課長金制度が適用範囲が限りされたため、指摘独占で事件処理をする意味が増している。エンフォースメント、執行、実現方法としては、以下がある。不当な取引制限とは、事業者が、 契約、協定その他何らの名義をもってするかを問わず、他の事業者と共同して、対価を決定し、維持し、もしくは引き上げ、または、数量、技術、製品、設備、もしくは取引の相手方を制限する闘争後に、その事業活動を拘束し、または遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限するという、 二条六項。六条において、不当な取引制限を内容とする国際的協定等が禁止されている。典型的には、談合がこれに当たる。不当な取引制限の成立要件は、医師の連絡と相互拘束、共同実行である。実務上は、医師の連絡がどの時点で成立したかの認定が争点になることが多い。エンフォースメントとしては、 以下がある。不公正な取引方法とは、二条九項に定める。以下の行為を指す。一正当な理由がないのに、競争者と共同して、次のいずれかに該当する行為をすること。二不当に、地域または相手方により差別的な対価を持って、商品または役務を継続して供給することであって、他の事業者の事業活動を困難にさせる恐れがある。もの三正当な理由がないのに、 商品または駅務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであって他の事業者の事業活動を困難にさせる恐れがある。モノ4事故の供給する商品を購入する相手方に正当な理由がないのに次のいずれかに掲げる拘束の条件をつけて当該商品を供給すること。5事故の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して 正常な召喚衆に照らして、不当に、次のいずれかに該当する行為をすること。六前覚悟に掲げるもののほか、次のいずれかに該当する行為であって、公正な競争を損害する恐れがあるもののうち、公正取引委員会が指定するもの。六条において、不公正な取引方法を内容とする国際的協定等が禁止されている。エンフォースメントとしては、 以下がある。一般指定とは、不公正の取引方法、昭和57年公正取引委員会国時代15号のことを指す。が規定されている。特殊指定には、新分業、物流、大規模小売店に関するものが存在する。次に掲げる行為の禁止、8条、エンフォースメントとしては、以下がある。次の各号の位置に該当するときは、合併をしてはならない。 15条、次の各号のいずれかに該当する場合は、共同新設分または吸収合併をしてはならない。15条の2、会社は次の各号のいずれかに該当する場合には、共同株式移転、会社が他の会社と共同してする、株式移転を言う。以下同じ、押してはならない。15条の3、会社は次に掲げる行為をすることにより、 一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合は、そのような行為をしてはならず、不公正な取引方法により次に掲げる行為をして、貼らない。十六条。会社は他の会社の株式を取得または保有することにより、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる場合は、その株式を取得または保有してはならず、 不公正の取引方法により他の会社の株式を取得または保有してはならない。10条。原則として他の国内の会社の議決権のうち銀行については5%、保険業については10%を超えて議決権を取得または保有してはならない。11条。企業結合計画に関する自然相談に対する対応指針。 平成14年12月11日公表による事前相談が合併等の前に行われるのが通例である。申し出の条件としては、具体的な計画に対する当事会社からのもので、これへの回答内容を公表することを条件として行われ、原則として90日以内に回答するものとされている。そして、問題がないと回答したものについては、届出後において、 法定の措置を取らないものとされている。他の国内の会社の株式、持ち分を含むを所有することにより事業支配力が過度に集中する会社を設立したり、そのような会社になってはならない。9条。事業支配力が過度に集中するとは、おゆう。一定の持ち株会社や総資産2兆円以上の会社、子会社も含んで計算。 ただし、銀行等は総資産8兆円以上については、毎事業年度終了後3月以内、設立時は30日以内に、公正取引委員会に報告書提出無がある。エンフォースメントとしては、排除措置命令、株式の処分等がある。独占的状態とは、同種、または類似の商品または、駅務の国内で供給されたものの価格が一定の水準を超えた場合において、 その商品へ務等に係る一定の事業分野において次に掲げる市場構造及び市場における弊害があることを言う。8条の4エンフォースメントとしては公正取引委員会は独占的状態があるとき事業者に対し事業の一部上とその他競争を回復させるのに必要な措置を命じることができる。ただしそのような措置によりその事業者の供給する 商品等の供給費用が著しい上昇をもたらす、程度に事業が縮小し、経理が不健全になり、または国際競争力の維持が困難になると認められる場合、及びその商品等について競争を回復するのに足りると認められる、他の措置が講ぜられる場合はこの限りでない。なお、公正取引委員会は審判会して続きに、先立って公聴会を開催する義務が生じる。 平成17年改正後は排除措置命令、事前手続きありが出た時点から効力が発生し、争う者は審判請求を行って、審判手続きに移行することとなった、供託金を積むことによる執行停止制度が存在。排除措置命令は、現在行われている行為に対するのみならず、行為がなくなってから3年を経過していない場合は、特に必要があると認めるときに限り、 排除措置命令を出すことが可能となった。確定した排除措置命令に違反した者には2年以下の懲役、または300万円以下の罰金、陛下が可能に処せられ、法人については3億円以下の罰金、指摘独占、不当な取引制限においては、さどめを命ぜられた部分以外については、300万円以下の量罰規定が設けられている。なお、確定前、 確定後でも過料に処すことは可能は50万円以下の過料に処せれる。不当な取引制限、価格にかかるものや価格に影響を与える行為に限る、指摘独占、支配型で対価に関わらないものは除く、不公正な取引制限、法で直接規定されている行為に限り、1号から4号違反、不当連外等は10年以内に排除措置命令を受けているもの。 午後は継続しているものに、限定に対し、課長金の付命令の制度が設けられている。課長金の額は、原則、売上額の10%、小売業3%、卸売業2%とされている。中小企業については4%、小売業1.2%、卸売業1%である。ただし、排除が足的独占は6%、 小売業2%、卸売業1%。なお、継続期間が2年以内、他に、要件ありの行為については20、20%減額、10年以内に違反行為をしている者や、主導的に関与し悪質な行に関与した者には50%増額の、規定が設けられている、両方の要件に該当する場合は、課長金は100%増額となる。なお、 罰金の確定判決がある場合は、罰金額の半額が控除される。1号から4号違反、不当連売等の不公正な取引制限は3%、小売業2%、卸売業1%、5号違反、優越的地位の乱用の不公正な取引制限は1%で、あり、上記の現増額規定の適用はない。公正取引委員会に対して、規則に基づき、 不公正な取引制限に関して、調査開始日以前において単独で違反行為を申告した事業者について、他に要件ありは、課長金が1番目については全額免除、2番目については半額免除、3番目から5番目、ただし4番目及び5番目については新事実を申告した場合に限る、については30%免除となり、調査開始日、 それ以降も含むに申告したものでまだ5番目まで枠が埋まっていないとき、ただし調査会始日以後に申告を行った事業での、減額は3社以内に限定は3%減額となる。なお、調査会始日以後は違反行為を止めていることが条件である。ちなみに、申告のファックス番号は0335815599である。厚生取引委員会の告発がないと、 主要内反類型については、処罰できない96条。主要内反類型として、次のものがある。なお、これらに罰則においては、懲役と罰金を閉化することができる。さらに、事業者団体の解散宣告や、特許権の取り消し等の宣告をすることができる場合が、存在する。不公正な取引方法によってその利益を侵害され、 または侵害される恐れがある者は、これにより、著しい損害を生じ、または生じる恐れがあるときに限り、その利益を侵害する事業者等に対し、その侵害の停止または、予防を請求することができる、24条。指摘独占、不当な取引制限、不公正な取引方法により排除措置命令、または、課徴金の付命令がされた事業者は、 被害者に対し無過失責任を負う、事項は命令等が確定後3年25条。なお、この条に基づく損害賠償請求訴訟は東京高裁の専属管轄である。また、独禁法25条によることなく、独禁法違反の行為が民法709条の不法行為に該当するときは、被害者は民法709条に基づいて、 損害賠償請求もできる。この場合は、被害者は、意過失をも立証しなければならない。申告制度は45条に規定がある。何人も、公正取引委員会に対し、この法律に違反している事実があると資料するときは、その事実を報告して適当な措置を求めることができ。一行、公正取引委員会規則が定めるところにより、書面で、 具体的な事実を敵視したものであるときは、速やかにその結果を報告したものに対し、通知しなければならない。3項。4項は、職権調査についての規定である。行政調査は47条に規定がある。いずれも、間接強制、罰則あるが、直接強制はできない。もっとも、1号の新人は滅多に使われず、対外任意の事情聴取という形が取られているようで。 ある、すなわち拒否する自由があると、異ことである。審判手続きは、独占的状態に対する措置に関するものを除いて、審判請求があってから開始する。原則として、委員会が指定する、審判官による公開の審判手続きを経て、委員会による審決が出される。審決取消訴訟は、東京高裁の専属管轄で、事実認定に関して、 実質的な証拠がある場合は裁判所も拘束される。立法論としては、審判制度を廃止して、最初から裁判所で争えるようにすべきだとの意見も、ある。国税の反則調査と類似の制度が設けられた。反則調査の際は目標権が存在する。最も目標権告知義務なし。企業統合の際の事前相談制度等がある。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。